フリードリヒ・ビルヘルム・フォン・プロイセンは、プロイセンの王族、プロイセン王子。最後のドイツ皇帝・ビルヘルム二世の、また重帝。全米は、フリードリヒ・ビルヘルム・ビクトル・カール・エルンスト・アレクサンダー、ハインリヒ。プロイセン王子・アルブレヒトとその妻で、ザクセン・アルテンブルク公・エルンスと一世の娘である、マリーの間の三男として、シュレージエンのカーメンツ城で生まれた。ベルリン。 エアバッハにある父方の祖母、マリアンネの居城ラインハルツハウゼン城、父が摂政を務めていたブラウン・シュバイク公国で少年時代を過ごし、ボン大学で PhD の学位を取得した。フリードリヒビルヘルムは文学や音楽に関心が深かった。1910年6月8日にポツダムにおいてラティボール校、ビクトル2世、アマデウスの娘アガタと結婚した。 夫妻は、シュレージエンのルディに住んだ。1912年、フリードリヒ・ビルヘルムは、フランケンシュタイン軍の軍長に任命され、1918年のドイツ革命により、君主制が廃止されるまで同職にあった。第一次世界大戦が始まると、フリードリヒ・ビルヘルムは、少々の地位を与えられて、戦争に参加し、皇帝・ビルヘルム二世の代理人として、諸外国と、 外交交渉を行い、ヨーロッパ中を飛び回った。大戦末期にドイツの君主制崩壊の兆しが現れると、フリードリ・ヒビル・ヘルムは、イギリスの生態をモデルとする立憲君主制への移行を提案する大学教授たちと、現体制を存続させ再構築する方策について論じ合った。バイマル共和国の成立後、フリードリ・ヒビル・ヘルムは、ドイツ帝国の復活を目指す、 君主制支持者たちの運動に加わった。君主制支持者たちは、帝政復古がなった場合には、ビルヘルム皇太子の長男ビルヘルム王子を皇帝位につけ、彼の成人までは、フリードリヒ・ビルヘルム王子を摂政にするつもりだった。1925年、ドレスデンのバイサー、ヒルシュ地区において、44歳で亡くなった。妻あがたとの間に4人の娘を設けた。ありがとうございます。